刈谷市総合運動公園は愛知県刈谷市築地町にある公園である。分類は運動公園。総合体育館、ウィングアリーナ刈谷、サッカーや陸上競技などができる多目的グラウンド、ウェーブスタジアム刈谷、人工芝一面、天然芝一面のサッカー専用のグラウンド、グリーングラウンド刈谷の3施設からなる総合運動公園である。北側には 藍妻川が流れている。東側には国道23号が通っている。園内への入場は無料だが、グラウンドなどの施設の利用は有料。休館日は水曜日と年末年始。かつてはここに築地古墳があったが、大正時代の高地整理によって取り壊された。今は後に建てられた石の看板が園内に残っている。1994年10月1日に、 カリア市総合運動公園がオープンした。1990年代後半、この地に収容人数5万人規模のサッカースタジアムを建設する計画があった。カリア市は2002年の日韓ワールドカップ開催地に名乗りを上げ、同時期にサッカースタジアム建設計画のあった豊田市と愛知県の推薦を求めて争ったが、落選したことで、スタジアム建設計画も頓挫した。なお、 愛知県の推薦を得たトヨタスタジアムも結局日韓ワールドカップの開催地には選ばれなかった。ありがとうございます。